え、今のでもう終わりなの ?360 度、はい、あ、これ360度でカメラ全部映ってる、もう上も下も、あとこれは YouTube に載せますね。今の1回で360度え、ね、あ、ここだとね、まだ見えない、あ、こっち、今携帯だと見れる。おはようございます、おはようございます。今日は朝6時からで、今11時、いやー晴れました、今日はやっと晴れた、天候は雨なんですけど、今までのモヤモヤがだいぶちょっと今まで、変な方向行ってたんで、いや良かったです、やっぱ4月だからな。ちょっとこれ軌道修正してちょっと本当の本気でやっていきたいと思います。はい、市ヶ谷です。ちょっと今までだいぶいろいろサボってたんでですね、やっぱり、まあ、少なくとも階段とトライアスロンですね、もうやっぱり続けようかなと思いました。つまり水泳プラスレースも出る、別にエベレスト行くからって言ってトライアスロンやめる必要がないんですよね、よくよく考えてみれば。よくブレるんですよね、話がブレブレですか。結構ブレブレは有名なんですけど、ブレてブレて動くからブレながら動くんでですね、果てしなく別の方向にも進んでるんですよね、止まってないんで。ブレるときはもう振り子が逆方向にブレるんで、すごい方向に突っ走っていくんでね、筋肉つけないって言ったらもう極端に何もやんないみたいな感じになっちゃうんで、ということでしっかりと目標のある生活を再スタートします。はい、何より自分がしっかり、まあ、頑張ってないと伝わりますからね、みんなに。自分が頑張ってないのにみんなに頑張れなんて言えないですからね、本当に。うちは去年香港出してから売り上げがガクンと落ちたんですよね。でもよくよく考えてみると、それって結局自分の本気度が全然足りなかったのかなと。まあね、ちょっとだいぶ回り道しましたけど、やっぱりトップが本気でやってればそれがどこであろうが伝わりますよね。そうだな、だからつまりとにかく本気度が足りなかった、そうだね、だな。今から渋谷です、夜10時。いやー素晴らしい人だったな、渋谷埼京線は終わりました。このホームが長い、いやーやっぱりいつもね、どんな状況でもこう笑って、すんごい笑顔でしたね。もう50近くの方だったんですけど、やばいな、あれがやっぱり一番だ。めちゃめちゃいい笑顔だったな、あんな笑顔の人なあ、最近ほんとあんまり見たことない。しかも超かっこいい服装が、50であの服装はないよな、こんな黒とシンプルな服装を着てるのがちょっとなかなかね、ちょっとやっぱ金髪くらいにしないといけないかもしれない。今日の一本はこれ、これですよ、いいっすよね、これ。わかりますかね。
何洗濯バサミのようにつける。これね、普通だと、ヨーロッパに多いんですけど、ヨーロッパのメガネはつかないんですよ。鼻のここがしっかりしてる人用でつかなくて。でもこれ日本のメーカーが開発してて、まあでも生産もう終了しちゃったんですけど、掘り出したんですけどね。これ欲しい人いて、でここにチェーンつけるんですよね。でチェーンでつけながらこんな感じで